ナンバーアイ、YouTube デビュー。再スタートの舞台裏に迫る、反ン期、岸くんの合流に感謝の声。日本の人気アイドルグループ、ナンバーアイ、ナンバーアイが27日に公式 YouTube チャンネルに初めての動画を投稿し、再スタートの裏側をファンに公開しました。この17分に及ぶ動画では、新メンバーである岸優ーさんの介入や、 東京ドームでの緊急性配信の舞台裏が明かされました。ファンからはグループの再結成に喜びの声が上がっており、特に岸くんの合流に対する感謝のコメントが多く寄せられています。本校では、この注目の YouTube デビューと再スタートの舞台裏について詳しく取り上げます。動画の概要。 27日正午、ナンバー I は緊急性配信の舞台裏を紹介する動画を公式 YouTube チャンネルで初公開しました。タイトルは、緊急性配信ビハインドザシーンズ。17分にわたる動画では、10月15日に岸くんがグループに加入した瞬間から、リハーサル、本番後のトークまで、メンバーたちの素顔が垣間見えます。 キシ君の加入に関するエピソード。新メンバーとしてキシ君がお披露目された同日、リハーサルでは既存メンバーと共に会場を入りしました。キシ君は神宮寺から寝れましたと聞かれ寝れた以外と、と笑顔で答えました。平夜が、キシ君一人で出るんでしょと冗談混じりに質問すると岸シ君は仮に一人で出たとして二人付き添いできてくれるの優しすぎだろ、というまで 返し平野も友達なんで、ただ出るってなったら正直僕たち高いですから、と笑いながらコメントしなごやかな雰囲気が伝わってきました。終了後、神宮寺が東京ドームの力のおかげか結構緊張せずできた、と話すと平野も俺とジに会った時はもっと緊張感あった、と新旧メンバーが共に振り返りました。 岸くんも、あの時見てたけど、とコメントし、過去のメンバーの生配信をリアルタイムで見守っていたことを明かしました。平野は、今度はまた違う形で戻ってこられたらいいね、と夢を語り、他のメンバーも同意し、再スタートに向けたい気込みを感じさせました。ファンからの喜びの声、YouTube 動画の公開後、グループのファンたちは SNS 上で熱い反応を見せています。 特に、ナンバー・アイ・ YouTube がトレンド入りし、ファンが喜びのコメントを寄せています。3人が3人でいてくれて本当に、感謝また表舞台に立つことを選択してくれて、ありがとう、岸く君合流してくれて本当に良かった。など感謝の気持ちが多く見受けられます。ファンのコメントを通して、グループへの深い愛情とサポートが現れています。 メンバーたちのコメントから見える再スタートの意義。メンバーたちのリアルでありながらも軽快なトークや笑い声からは、グループが再スタートを果たしたことの喜びが伝わってきます。特に岸く君の加入により、新たなエネルギーが注入された様子が感じられます。 東京ドームでの生配信の裏側を知ることで、彼らがどれだけ真剣に、しかし楽しさも忘れずに活動しているかが浮かび上がります。再スタートはファンにとってもメンバーにとっても新たな展開を迎えることを意味しており、これからのナンバーイの動向がますます注目されます。ファンとメンバーが共に歩むこの新たな冒険が、どれほど素晴らしいものになるのか。 今後の活動から目が離せません。ナンバー・アイの YouTube デビューは再スタートの舞台裏を知る貴重な機会となりました。騎士君の加入によって生まれた新たな武器や東京ドームでの生配信の裏側を垣間見ることでファンとメンバーの絆が一層深まりました。ファンの歓喜の声が SNS 上で広がり、グループの再出発に対する期待が高まっています。 今後のナンバーアイの活動がますます成功を収め、ファンと共に歩む新たな冒険が続くことを期待しています。YouTube を通じてファンとのコミュニケーションを深め、より多くの人に愛される存在となることでしょう。ファンとメンバーが共に築く未来に、ますます期待が高まります。未来に